皆さん、こんにちは。こんにちは。クロノクロスの最強育成の続きです。ストーリー部分はカットした。作戦のダイジェストとなります。今回は、続流編です。前回は、最強装備の、グランドリームと太陽のメガネを、ゲットしました。ヒドラクレームです。穴から落ちたので、全員捻挫してるな。直さないのか。もう一回りますね。このグライドフィッシュでとどめです。ここでジャネスとお別れです。この後、ずっとおっさんか。盗まないといけないので、おっさん使うしかないですね。ティラノ、テラ戦です。六竜の攻略順は、HP の順番がいいと思いますが、一番面倒な六竜から行うことにします。何が面倒なんだ？ステータスの伸びを確認する。雑魚戦が面倒くさいんです。雑魚戦をするのに、次元の狭間に行っているので、戻るたびにリアが、シャシャリ出てきますからね。ティラノからは、パワーシールを盗んでおきます。ここが、パワーシールが取れる最速ですね。この段階だとおっさんしか盗めないからな。リアには、イルブルーを使ってもらいます。いい仕事をしました。あとはブラックホールでとどめです。リセットを頑張ったのですが、いや体は出ませんでした。翼竜戦です。モルボルだな。まんまモルボルですね。翼竜は、ヘルプラント集めに最適ですが、すでにレベルスター22の時に、ノベちゃんから集め終わっているので、ここでは無視します。イールドが緑だけになると、ヘルプラントを連発してきます。翼竜からは、グリーンプレートを盗んでおきます。グリーンプレートは使い道がないな。ないですね。アイテムコンプ用です。リアミは、イルイエローを使ってもらいます。いい仕事をしました。ダメージが4桁出たね。やっと、4桁ダメージに届きました。モルボルの臭い息です。おっさんが捻挫してしまいました。なぜか臭い息で捻挫するからな。とどめのグライドフックです。威力になってきたな。モルボルを仕留めました。リアは、ここで控え息です。スタミナが9だからしゃあない。かなり頑張ったんですが、妥協です。水流戦です。六流の中で一番弱いです。HP が2800なので、1ターンです。4桁出れば、1ターンだな。アイスバーグやフラットは、すでに集め終わっているので、ここでは、無視します。フラットは、レベルスター22で、モベちゃんから入手できます。どうやって取るんだ？今回は、最強育成なんで、別の機会ですね。水流からは、ブループレートを結んでおきます。ブループレートもアイテムコンプ用だな。マルチェラには、フィルレッドを使ってもらいます。マルチェラである必要ないな。まあ、ぶっちゃけ誰でもいいですね。敵
からは、属性を合わせれば、4桁出ますから。とどめはフライドフィッグです。クジラを仕留めました。マルチェラは、また、機械駅です。おっさん以外は、一周目は使えないな。六竜からは、一周目は、何かしら盗むようですからね。キッドが帰ってくるまではしょうがないです。相当頑張ったんですが、妥協です。という線です。モグラだな。モグラは、HP3200 です。1ターンですね。モグラから取れるエレメントはないので、ささっと終わらせましょう。モグラからは、イエロープレートを盗んでおきます。イエロープレート取れば、ジンジルクスが余裕だな。レベルスター30で、取れますからね。前回のイエロープレートなしは、何だったんだ。単なる趣味ですね。大佐には、イルグリーンを使ってもらいます。大佐には、専用武器があるのな。開発スタッフのお気に入りだったんですかね。とどめはグライドフックです。またですが、他の技で、ダメなのか。ゼロエターナルがレベルスター35からです。ほとんどの人が使わないうちに、セルジュに戻ってしまうんじゃないでしょうか。クジラを仕留めました。これで、大佐も控え駅です。大佐、どいてください、邪魔です。妥協です。最大値まで行くのか。レベルスター35から身軽さの数値が、上がり始めるので、かなりヤバいです。炎竜戦です。炎竜は変身するので、面倒くさいです。変身前は、HP850 ですが、変身するターンが来ないと変身しないので、1段階目は、全力でいっちゃまずいです。無理せず、イーグルアイを使っておきます。1000くらいダメージを与えたら、変身するまで待ちます。すぐ変身してくれました。変身後のファイアブレスまで、防御して待ちます。なんでだ。レッドプレートを盗まないといけないですからね。おっさんがエレメントパワーを貯めている間に、ファイアブレスを出されると、盗むが失敗しますから。ファイアブレスをすぐに使ってくれました。こちらの攻撃の合間に出されると、溜めていた命中率が無駄になる仕様です。盗むは、イーグルアイ関係ないからな。強攻撃一発分入れないと、盗めない仕様です。レッドプレートを取れました。六竜の中で、一番時間がかかります。ミキには、イルブルーを使ってもらいます。エレメントを2回も使って、いい仕事をしてくれました。変身後は、HP3400 なので、あとは、鉄道ですね。とどめのグライドフックです。ミキは、これで、機械駅です。まだ、出てない仲間いるのか。まだ、おじいさんとかが出てないですね。久しぶりに魔力が上げられました。魔力とコウマは、怪しくなってきました。
黒竜戦です。闇ブレスやグラビトンボムが来る前に、仕留めたいところです。取れるエレメントがフリクションなので、ここでは無視します。黒竜は、HP3900 なので、現状の最強山猫では、1ターンは無理です。1ターン以内じゃないと納得しないぞ。無難にイーグルアイを使っておきます。黒竜は、白属性を使うと怒るので、1ターンは無理でした。おっさんとおじいさんは、弱すぎるので仕方ありません。スネクの必殺技とか知らんわ。私も使ったことないですね。スネクは、この動画で、初めて使いました。黒竜からは、ブラックプレートを盗んでおきます。レベルスター30でブラックプレートが取れます。ブラックプレート取ってから、グランドリームイベントやった方が簡単だぞ。最速ガリオ戦は、単なる趣味ですね。おじいさんには、フィルホワイトを、使ってもらいました。いい仕事をしました。とどめはグライドキックです。またか。仕方がないんです。他の技が弱すぎるんだ。黒竜を仕留めました。スネフは、これで、もう出てきませんね。見たことないから、必殺技が気になるぞ。これ以上の数値は、出ませんでした。黒竜最後の天竜戦です。天竜は白属性なので、最強山猫にとっては、最も弱い敵です。回復のホーリーライトを使われると面倒なので、その前に仕留めたいところです。ウルトラノバをまだ、取ってない場合は、ここで取っておきましょう。そのターンまで行かないんだろ。行きませんね。天竜からは、ホワイトプレートを盗んでおきます。単なるアイテムコンプ用だな。さらりと逃げる戦は終わっちゃってますから。アイテムコンプ用ですね。星の子には、ジーニアスを使ってもらいます。プロ属性なら、何でもいいんですけどね。いい仕事をしました。出ました。95% でノスカです。命中率表示は嘘だからな。とどめのグライドフックです。すげえダメージが出たな。天竜を仕留めました。黒竜をすべて、片付けました。星の子は、あと一回だけ出てきます。使うキャラを間違えました。防御力を落としました。いよいよ、やばいですねー。ガルドープのオルハイベントです。オルハ戦です。ちょうどいいので、ここで必殺技の、ゼロエターナルを使ってみます。オルハからは、ダンスシューズを盗めますが、雑魚でも取れるので、ここでは無視します。オルハは回避率が高いので、イーグルアイが必須です。料理長は、いい仕事をしました。倒しちゃいそうな勢いだな。ギリギリ、倒さない数値が出ました。必殺技のゼロエターナルを使ってみます。強そうだぞ。ムービーの割に、いまいちだな。威力がいまいちでしたね。これで料理長は、控えに回ります。スタミナが9だからしゃあない。固有の砦です。ディスク1最後のボス戦です。やっとディスク1が終わるか。ダークセルジュ戦です。ダークセルジュ戦の前に、
仲間になるスティーナを連れてきています。この辺りで、仲間になるキャラは、能力が低すぎるので、一周目は役に立ちません。イーグルアイとか使うだけやん。まあ、そうなんですけどね。ダークセルジュからは、虹色の貝殻を盗んでおきます。虹色の貝殻は、5% だぞ。ここから、次のボス戦までは、ディスク交換を挟むので、最大の山場です。もうすでに、数値を落とすと、一周目で最低まで行けない状態です。ああ、もうそんな状態か。こりゃ無理だな。今回の冒険も、すでに失敗したいです。さあ、最後のグライドフックです。ダークセルジュを仕留めました。妥協してしまいました。いよいよ、マージンがなくなりました。ディスク1最後のムービーです。ストーリー見せてもらってないからな。わけわからんな。これで山猫様とお別れです。続遊編が終了しました。ディスク1が終わったな。今回は妥協しまくったな。まずいですねー。最後まで見れた方は、チャンネル登録やポチッとなをしていただけると、大変やる気が出ます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。